前回の超わかる高校数学は、次の方程式を解いてください。二次方程式を解くときはまずは因数分解を試みる。文字で割るときには注意が必要。割ろうとしている文字が0のときと0じゃないときに場合分けして考えよう。どうもこんにちは、本田です。今日は二次方程式の実数解の個数と判別式について学ぼう。結論から言うと、判別式とは解の公式のルートの中身のこと。この部分の符号を判断して二次方程式の実数解の個数を判別する。さて、この二次方程式の解の個数を求めよう。これは解の公式で計算すると x イコール2分のマイナス1プラスマイナスルート5が導ける。これは解がプラスバージョンとマイナスバージョンの2個あることを示している。ところで、解の公式のルートの中身がプラスになると、解は絶対プラスバージョンとマイナスバージョンが出てくるから、実数解の個数は2個になる。ではこの二次方程式の解の個数を求めよう。これは解の公式で計算するとルートの中身が0になって x イコールマイナス1が導ける。これは x イコールマイナス1という解が1個あることを示している。ところで、解の公式のルートの中身が0になると、解はプラスバージョンとマイナスバージョンに分ける必要がなくなるから、実数解の個数は1個になる。ちなみにこの二次方程式は解の公式を使わずとも因数分解すれば x イコールマイナス1を導くことができる。これは x イコールマイナス1またはマイナス1という2つの解が重なったものと考えて、この解を重解という。2乗イコール0の形から生まれる解は重解であることを覚えよう。ではこの二次方程式の解の個数を求めよう。これは解の公式で計算するとルートの中身がマイナスになる。これはルートの中身は0以上という神の掟に背く行為だから解なしになる。ところで、解の公式のルートの中身がマイナスになると結果は解なしになるから、実数解の個数は0個になる。さて、一連の作業から学べることは、二次方程式の実数解の個数を調べる上で解の公式を真面目に計算する必要はないということ。重要なのは解の公式のルートの中身だから。ルートの中身がプラスだったら実数解の個数は2個、0だったら重解になって実数解の個数は1個、マイナスだったら実数解の個数は0個になる。そして、解の公式のルートの中身のことを判別式といってアルファベット D で表す。この内容はマジで重要だから 100% 意味を理解した上で覚えよう。ところで、解の公式のルートの中身が判別式だから、偶数バージョンの解の公式のルートの中身も同じく判別式になる。偶数バージョンの判別式は4分の D で表す。これは普通の判別式 D イコール B2 乗マイナス 4AC に対して B を 2B ダッシュに置き換えて両辺を4で割れば導ける。ということで、 B が偶数の時は絶対に4分の D を利用しよう。最後に、判別式は解の公式のルートの中身だから二次方程式でなければ判別式は機能しない。だから、二次の係数が文字の場合、二次の係数が0の時は判別式を発動できないから注意しよう。今日の動画内容をまとめると、二次方程式の実数解の個数は解の公式のルートの中身、判別式 D の符号を見て判断する。判別式がプラスの時は実数解の個数は2個、0の時は重解で実数解の個数は1個、マイナスの時は実数解の個数は0個になる。偶数バージョンの解の公式のルートの中身も同じく判別式になり、4分の D で表す。判別式は二次方程式の時にだけ機能するから、二次の係数が文字の時は安易に判別式を利用しないように注意しよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録お願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品とこの単元の再生リストはこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。